今回は腹筋が上手に使える人前提の腹筋動画になります。上手にお腹が使えてない人は前回のこの動画を参考にやってみてください。この動画をやった人は今回の動画が確実に効果的に行えます。腹筋を上手に使うことができれば反り腰も治るし、猫背も治って、便秘改善や内臓下垂や下腹ポッコリ、こういったことも改善できます。一緒にやってお腹周り引き締めましょう。まずは前回同様、一回腰と骨盤リセットしましょう。膝を抱えた状態でキープです。スタート。おへそを自分のね、顔の方に向けるようなイメージで、だいぶ慣れてくるとね、上半身を起こして腹筋を使う意識を体に身につけてください。骨盤を起こして体を起こす、これが腹筋のね、基本の体勢ですからね。 OK。 まずは寝た状態で骨盤だけを起こしていきます。お尻を締めながら上げるイメージです。スタート。ただお尻を上げるんじゃなくって、腰を丸めながら骨盤を起こす感じで、これが腹筋中の腰から下の動きです。立ってお腹を引っ込めるときは、この骨盤を起こした状態が基本の姿勢です。 OK。 今度は体を起こしたままで骨盤を起こしてみましょう。スタート。上部のお腹は少しだけ締める、そこから下腹部だけを起こしていく。実際に腹筋するときはこれで下半身と上半身を近づけるイメージです。OK。 次は体を横に倒したままで下腹を動かしていきます。これでね、楽に腹斜筋を使うことができてます。できれば一回息吐いて、この斜めって結構脇腹の方効いてきますよね。OK。 反対も同じです。行きましょう。スタート。結構ね、下腹が疲れてくると骨盤を起こす力がね、上手にできなくなってきますから、そうなるとね、ちゃんと使えて疲れてる証拠です。OK。 なんか下腹だけちゃんと使ってるって感覚ありますよね。次は足を曲げた状態で同じように骨盤を起こしてみましょう。ちょっときつくなります。あと、これはね、足をね、上げてる感じじゃなくて、骨盤を起こす、腰を床に押し付けるだけで、足が少し動いてます。これ、あんまり動かないよって場合は、下腹がね、もう弱ってる証拠ですから、しっかり使えてます。いいところです。 OK。 次はお尻を上げたままで足肩幅、お尻を上げたまま腰を丸めてみてください。スタート。お尻を締めるイメージです。さっきよりもね、大きくおへその向きが動いてると思います。これ腹筋の基本です。 OK。 それでは実践に入りましょう。だいぶ使い方分かったと思います。まずは膝を曲げた状態で手を上に伸ばします。この手を上に伸ばすイメージで腰を床に落ち着けます。頑張っていきましょう。
アビペースでいいですからね。次は膝をついたままで体は上、骨盤を起こしながら始めにやったのと一緒ですよね。上半身は上、下半身は下。今度は手を前に伸ばしてしっかり起きたままでお尻を上げて、できるだけ上半身を起こしてください。おお、効きますね。 OK、 ひねたままでね、足を起こす。腰を床に押し付ける感じで、今度は手を前に伸ばして手を振りながらお尻も動かす。手を遠くに伸ばすイメージ。今度横にひねっていきましょう。できるだけね、早く小刻みに動いてください。骨盤を起こしたままですよ。 OK、腹筋の上部より下腹部しっかり使ったよって感じがあると思います。やってみた人はグッドボタンやコメントで感想を教えてください。毎日続ける人は日付と日数記録してください。